ああ、びっくりした。落ちたかと思った。いや、落ちたけど。次は？これで開くんやったっけ？あ、撮影しました。なんか撮影しちゃったわ。なんか撮影しちゃったわ。現在の位置。快晴の祠。あ、次これに行くってこと？ん？違う。ワープ？あ、ここからスタートしたってことか。あ、なるほどね。で、ここに向かったんや。え、一回行った場所にはワープできるんやね。で？ああ、なに？ここから飛び降りたらどうなるん？ちょっと待ってね。冒険手帳。え、次にすることは何ですか？次にすること、思い出した記憶。記憶喪失なの、リンクは。ここから飛び降りたら死ぬんかな？あ、これで降り、ん？エレベーターかと思ったら違った。え、何？飛び降りればいいの？これ。死なない？あ、ここ。うわ、怖い怖い怖い、何？階段はついてないんですか？ちょっとずつ飛び降りていけばいいんかな？でも、一個一個の、この、段も、だいぶ高さあるけど、大丈夫？足の骨とかやられたりしない？次の目的地を示してくれてないんだけど。よいしょ。何をどこに向かえばよろしいのよ。あ、これでも登っていけるんやね。これでもっていうか、これで登っていくんか。は？なになになに？どこどこどこ？うわ、なんか飛んできたんですけど。斬新な移動手段ね、おじいさん。いやはや、驚いたわい。こっちが驚いたよ。大地から次々と塔が姿を現しおった。おそらく、このハイラルの大地に眠っていた力が呼び覚まされたのだ。して、塔の上はどうであった？声が聞こえた。なんか、その返事ってこの質問に対しておかしい気がするけど。城の方から声が聞こえたとな。お主はその声に心当たりはないのか？多分、ゼルダ姫。そうか。それは何とも心苦しいの。それ何？水筒？お主も見たであろう。あの城を包み込むまがまがしい怨念の塊を。あれの名は、薬剤ガノン。お、ガノンドロフか？今から100年前、この地にあった国、ハイラル王国を滅亡させた元凶じゃ。ハイラル王国滅んでる。突如として現れた奴によって、町は破壊され、多くの民たちの命が奪われた。そして今日まで100年もの間、王国の象徴であったハイラル城に、あのような姿で取り付いたまま、その動きを止めておる。で、最終的に私があいつをやっつけると。もしやお主、あの城へ行きたいのか？全然行きたくないけど、まあ行きたい。そう言うと思っておったぞ。じゃがここは陸の孤島。この絶壁の大地から出ることは不可能じゃ。え、どういうこと？もし飛び降りようものなら、地面に叩きつけられ、ひとたまりもないじゃろう。え、地面続いてないの？まあ、わしのようにパラセールを持っていれば話は別じゃがな。じゃあ、それをください。いいんかい。じゃが、ただというわけにはいかん。そうじゃな。では、あるところに眠るお宝と交換、というのはどうじゃ？おー、お宝を求めてきた。メインチャレンジ、閉ざされた大地。ん？冒険手帳を開く。チャレンジが起こったらここで確認する。ふんふん。わしについてまいれ。ついてまいれ。閉ざされた大地、老人。塔を降りたとき、再び現れた老人が言うには、かつてこの地を述べていた。述べていた？ハイラル王国は、100年前、薬剤ガノンにより滅ぼされたのだという。この大地を降り、声が聞こえたハイラル城へ行くには、老人が持っているパラセールが必要だ。あるところに眠るお宝と交換してくれるらしい。ふんふん。あ、歩き出した。ね、遅いよ。もうちょっと早く歩いて。やっぱでかいな、このおじいさん。ここ？ついてまいれって言うほど遠くなかったやん。
今わしの見ている先に怪しげに光る祠のようなものが見えるな。ふんふん。あのちょっと燃えよる感じのとこ。あれは塔が地面からせり出したのと同時にあのように光り始めたのじゃ。あ、もともとじゃない。ああいう場所には大概お宝が眠っておるものよ。何があるんかも全然わかってないわけね。パラセールが欲しいのじゃろ。お宝楽しみにしておるぞ。え、入って何もありませんでしたってなった場合はどうすればよろしいの？え、そういうことはないの？そういう不足の事態も考えておいてくれなくっちゃ。これはあっこから。あれ？これ橋じゃないのか。どうやって当たっていくんだ？あっちからぐるっと回っていくんかな？飛び降りていけるんかな？泳ぐの？これ。ああ、びっくりした。落ちたかと思った。いや、落ちたけど。おお、すげえ。よく泳げるね、服着たままで。自分がやったんやけど。こっから上がれるかな？あ、なんかちょっとずつちょっとずつ、疲れが。お願い、疲れがピークになる前について。よし。ああ、落ちた。あ、すげえ。普通に駆け上がれた。ジャンプとか全然使わんで大丈夫なんやね、この辺。魔王ヌの祠。おお、ちょっと近づいたらもうなんか。すげえ、どこでも開くね、これ。シーカーストーンを確認しました。超便利じゃない？ワープ地点として、この場所をマップに登録します。おお。やった、ここにもワープしてこれる。内部へのロックを解除します。あ、そうやって開くん。へえ、面白いね、開き方。調べる。これはエレベーター的な感じ？おお。ん？ここに書かれることはこれからの冒険できっと役に立つだろう。一流の冒険者はどんな時も学ぶことをやめない。ほう。お、ついたついた中に。祠を訪れし者よ。我は魔王ヌ。女神ハイリアの名に置き、試練を与えよう。試練。磁力の力、魔王ヌの祠。すげえ、なんかちょっと、コントローラーとかちゃんと震えるんやね。磁力の力。何をどうすればいいんやろ。なんかとりあえずわからんけど、目に見えたものを調べていってみようか。あ、これでなんかそこの柵が開くとかそういう感じ？シェイカーストーン認証。アイテムの入力を開始します。あ、シェイカーストーンにまたなんか、入力？うん、されるってこと？機械にあんな沈こうとしたら壊れそうやけどね。何今度の情報。マグネキャッチ。金属製のものを磁力で動かす。発射される磁力を当てることで金属製のものを掴む。磁力で掴んだものは持ち上げて自由に動かすことができる。うん。アイテムが追加されました。磁力の祠かなんかって書いとったけん。ん？アイテムを使う。シェイカーストーンのアイテムを使う。なるほど、L ボタン。なんかこの磁石を使うことによって何かができるということ？どこでアイテム使えばいいんやろ？この扉？はっ。うつ。え？何それ？何か放射したんだけど。これうっ、どこに向かって撃てばいいの？磁石を使って、何、どうやるんだ？何が？これ？あ、これ？なんか色ついとんやけど。上下左右に移動。はあ。なんかすげえ、おう。おなじみの音が。これどうやってやったらいい？これで下ろすんね。ほうほう。そして、とりあえずこっちも動かしとこうか。絶対めっちゃ重いよね。おう、はしご無視。あ、待って、ちょっと待って。上がらして。
これ下通っていくってこと？なんかついつい B とか押したらジャンプできるんかなって思ってしまうけど、あ、反対側に来たよ。んで？これ何？宝箱かなんか？いや違うね。これもなんか磁石で動かすってことかな？どこに動かすんやろ？あ、あれ？なんかここにマークがあるけど、これじゃない、こっちか。うっち。おー、すげえ。あ、待って待って待って。あー、びっくりした。これで、上にも、ん？上にはも、あ、すげえ、上にも持ち上げれる。これでいいんかな？あ、これで何？ここに。どうやって登れないの？これ。ジャンプとかは、あ、これか。あ、これもしかして引き出せるとかそういうことかな？あ、やっぱり。すげえ。X ボタンがジャンプ。なんか敵いるんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。何？これか。おー、何、何、何？こいつ磁石で撃ったらどうなるの？く攻撃どうやっけ？これか。あー、待って待って、怖いって。違う。防御どれ？これか、防御。なんかすぐ壊れそう。あー、待って待って待ってって。待ってって。は。あ、よかった。体力自体はそんなに多くないっぽいね、敵。見た目超怖そうやけど。お、なにこのアイテム。古代のバネ。古代の機械に使われていたらしいバネ。何度伸び縮みさせても壊れることがない。とても軽くてなんと水にも多く。すげえやん。これバラバラなんやね。古代のネジ。古代の機械に使われていたらしいネジ。何度回してもすり減ることがない。見たことのない材質で作られている。何その魔法の？魔法みたいな。他に敵はおらん？うん、大丈夫ね。なんかすごいね。敵からいろんなもの取れるんやね。ここは。あ、上がれねえぞ。どこかしらに多分また足場っぽいものがあるんやと思うんやけど。あっちのやつをまた持ってこんといかんってことかな。こっち側にはもうないってこと？よいしょ。上に上がったらまた復活しとるとかないよね。あ、てかこれ動かせるんか。あ、ってことはこれをこっちに持ってきたらいいってことかな。撃つ。こっち側に。これで。待って、もうちょっと向こう。これでいいんかな。おー、すげえすげえ。この扉は普通に開く？いや、開かないっぽい。これも磁石で開けるんかな。お、開けれそう。おー。なんかちょっと音楽早いね。敵はいないですか？なんかすごい、神秘的な感じ。あ、これ、ゼルダ姫じゃない？違う？ゼルダ姫ではないか。違うね、まったく。すっごいなんか、干からびた感じの。おぉ。試練を克服されよ、ん？試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ孫うことなき勇者。我は悠久の昔、女神ハイリアの啓示を受けし者が一人。ふんふん。この試練の祠を作りし者、魔王ヌ。あ、人の名前なんや。ここを訪れる者の誠の実力を見極め、厄災討伐を果たせるよう、しるべとなる同志。英語とも思える流れの中、ついに真の勇者が訪れた。なんか試練っぽいのまだありそうじゃない？敵とか出てきそうな。今こそ女神ハイリアの名において、克服の証を授けよう。あ、もうクリアなんこれ。ここまでたどり着けたらクリアってこと？よかったよかった。なんかボス的なものが出てくるんかと思ったよ。え、体の中に吸収されたんですけど大丈夫？克服の証、試練を克服した者だけが授かることのできる勇者の証明。ふんふん。あ、回復したハート。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの家具があらんことを。え、消えた。あれ、生きとったんかな？寒さをしのぐ。気温の低い場所でも焚き火のそばでは体を温めることができる。火のついた松明でも同様に寒さをしのぐことができる。え、寒いとかそういうのがあるんや。それ体力減るんかな？めんどくさいな。
リアルなのはいいんやけどね。あ、すげえ、ロードの部分、ゼルダの伝説って文字がちゃんと浮かび上がってくるんやね。うお、びっくりした。なんだなんだ、また飛んでくる？おじさん。どこ？あ、おった。反対方向やったね。どうやら克服の証を手に入れたようじゃな。まずはよくやったと褒めてやろう。どうしてそれを？パラセールは？そうよ、クリアしたらパラセールくれるって言わんかった？待て待て、まずはと言ったろう。気が早いやつじゃ。しかし、塔の出現といい、この祠といい、すべてはお主の腰のそれ。どれ？シーカーストーン？シーカーストーンとやらに縁があるようじゃな。パラセールはしつこくね。どういうこと？シーカーストーンと聞いて、わしも思い出したのじゃが。その昔、この地にはシーカー族という高度な文明を持った民がおってな。その英知の力によって、この地を幾度となく脅かして厄災を払ったそうじゃ。かの文明は遥か昔に耐えた、と聞いていたが、まさかこんな祠に隠されておったとはな。良いか。こうした祠はこの地にいくつも存在する。この大地にもあと3つほどあったはずじゃ。そのすべての祠で克服の証を手に入れたとき、お主にパラセールを渡してやろう。増えた？増えた？わしはお宝とは言ったが1つとは言っておらん。お主であれば1つも4つもそう変わるまいて。変わるわ。その代わり、祠探しのコツを教えてやろう。祠に限らず、物を探すには高いところから見回すのが一番じゃ。そうじゃの。もう一度さっきの塔に登ってみたらどうじゃ？嘘でしょ？時間かかりそう。慌てるでない。もう一ついいことを教えてやろう。シーカーストーンのマップを見るがいい。そうよ、マップ見たら早いんやない。すぐそこにあるやろ、どうせ。お主が出てきたこの祠。そして塔にも青い印がついておるじゃろ？はあはあ、うん、あったあった。シーカーストーンの力を使えば、その場所にワープできる、と聞いたことがある。うん、なんかあったね。と言うても昔の話じゃ、嘘か誠かはわからんがな。え、で、何？いや、去るな、去るな。塔の上までワープしてみることじゃ。そこから眺めれば、祠などすぐに見つかるぞ。詳しいね。年寄りは何でも知っておるものじゃ。ほれ、早速試してみんか？おじいさんは一体どこへ去っていくの？あ、そこにいるのね。はあ。じゃ、とりあえず、ん？どれやっけ？こっち？違う、なんか撮影した。なんか撮影した。これじゃない。シーカーストーンってどれやっけ？ここ？どれだ？なんだ、冒険手帳。シーカーストーンの示す場所。違う、これもクリアしとんよね。なんだ、どこだ？マップってどこで見るん？わからないんすけど、なにこれ？リンゴ。あ、焼きリンゴね。ん？シーカーストーンはどれ？これ？違うって。違うって。マグネキャッチ、ポコタテ、旅人の剣。なになになに呼んでんの？怖い怖い。これか？え、なに？やめんかって言われた。あ、なんか捨てた。やめて、なんで捨てたの今。あー怖。あー怖。ちゃんと身につけとるよね。うん、身につけとる。怖い、怖い。違う、撃たなくていいんだ。全くわからないんすけど。え、やっぱりなんかこの辺。あ、そっか、さっきの。ちょっと待ってね。シーカーストーン。あれ、合っとるやん。合っとる。全然違うとこ押しとったんか、私。これで。始まりの塔。ワープする。うわ、なに。え、怖。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。